こんばんは、キッチンスタジオ獣医の木野恵子です。今日はですね、ちょっと夜に、夕食に、アジア料理のね、タイ料理を作っていこうかと思うんですけれども、今日はこれを使いたいと思います。これね、知ってますかね。これね、カルディで売っているものなんですけれども、まあ他でも売ってるかもしれませんけれども、こっちがね、グリーンカレーペーストとか、ペーストじゃない、ごめんなさい。グリーンカレーですね。もうできてます。出来上がったやつ。ロイタイっていうね、ロイタイさんっていうメーカーですね。で、こっちがトムヤムスープです。ね、トムヤムくんですね。で、これはね、ココナッツミルク入りだから、ちょっとマイルドでね、いいと思います。で、これもう全部できてるので、埋めたりはしない。でね、使えます。で、このシリーズあと、イエローカレーとか、レッドカレーもあったりするのかな。で、これがね、結構評判良くて、私もね、こっちは食べたことあります。これはね、初めてなんですけれども、ちょっとね、今日はこれを使っていきたいと思います。ではですね、先にこのグリーンカレーをやっていきたいと思います。でね、これ後ろにね、作り方一応書いてあるんですけれども、これを、箱に、鍋に開けて1分ほど煮立たせる。で、鶏肉を入れて1分煮込んで、あとはお好みでナスなどの野菜を加えて、5分から7分煮込むって、これでできちゃいます。なんですけれども、今日はですね、ちょっと鶏肉は入れないでいきますね。お野菜だけでいきたいと思います。で、鶏肉ちょっとね、買ってないっていうのもあるんですけれども、今日別にね、ちょっと豚肉のロースを買ってきて、それを塩コショウで焼いてね、それも一緒に、お料理とね、食べていこうかなって思ってるので、今日は、こっちにはお肉入れないでいきたいと思います。あ、結構ね、こんな固まってる。これ、出ないかな。全部切っちゃった方がいいかもしれない。サラサラじゃないんですね。これ、ほら、固まってますね。なんか、杏仁豆腐みたいになってる。おー、おー、びっくりした。下はサラサラでした。上だけ固まってたのね。下はサラサラでした。こんな感じで。はい。で、二人前ぐらいなので、何人前、二人前だね。だからそんなにね、たくさんないんですよ。ね。なので、まあ食べきりにはちょうどいいですね。じゃあね、これを火にかけて温めてる間に、今日はナスと、おナスちょっとこれちっちゃめを一個ですね。で、私通常ね、作るときは、ナス、タイカレーをね、ベーストで作るときは、乱切りにするんですけど、今日ね、ちょっと、あんまり水分がないので、ちっちゃめの乱切りにしたいと思います。で、4等分に切って乱切り、ね。ちっちゃめちっちゃめでいきたいと思います。入れよう。1本入れちゃっていいかな。あとね、ピーマンを用意しました。ピーマンね、今2個出してみたけど1個でいいかな、ね、十分多いので1個にしていきましょう。あとね、タイ料理って袋だけっていうね、キノコを使いますけれども、今日ね、しいたけにしちゃおうかな。入れたことないけど、まあまあいいんじゃなかろうか。ピーマンを切ってもらって、うん、今ちょっとだけね、この白いとこ取ってあげましょうか。種を落としてね。これも斜め斜めのちょっとね、乱切りっぽくいきますよ。はい。あとね、今日ね、結構ほら、立派な椎茸があったので、これ量的にはもう1個でいい気がする。ね、ちょっとちっちゃめに、
8等分にね切ってます。くし形に8等分に切りました。でマッシュルームとかでもいいと思いますよ。じゃあこんな感じで今煮てます。すごい辛そうな香りしてますね。うん、でこれでもう煮たら、ね、煮えたら OK なんですけれども、今日ねせっかくですのでちょっと冷凍庫にねタイ料理セットがありまして、これねバイマックルーって言いまして、コブミカンの葉っぱなんですね。これタイ料理にねよく入ってるあのコブミカンの葉っぱだから柑橘のね爽やかな香りがするんですけれども、それとかね入れてあげるとねさらに香りが立って美味しいかなと思うので、ちょっとね入れたいと思います。すごいねいい香りするんです。これ生で買ってきてね冷凍に入れてます。結構いい感じですよ、こう全然変わらず、うん、あとですね今日ねパクチーを用意したんですけど、こんなね立派な根っこがついてたんですね。でタイ料理結構この根っこ使うんですよ。せっかくなんでこの根っこをですね細かく刻んで、こちらのグリーンカレーに入れるとさらにね香りが立っていいんじゃないかなと思いまして、せっかくだから入れちゃいますね。あんまりこんなに立派な根っこがついてることもないので、これでちょっとさらに美味しくなるんじゃなかろうかと思います。ね、でこれでちょっと蓋しましょうかね。あと5分ぐらいかな、煮てきますね。はい、では次にねトムヤムスープいきたいと思います。これもね同じくね、これを、箱をね切ってこちらに開けたいと思います。おとろっとしてますね。ねトムヤムくんってこう真っ赤なねサラサラした感じがイメージですけれども、これねココナッツミルク入りということでちょっととろっとしてます。はい、ではね今日はエビを入れたいと思います。でエビがですね、天使のエビって何度かご紹介していると思うんですけれどもね、すごい美味しい殻ごと食べられちゃうエビです。で足のところはねハサミで切っちゃいますね。有頭エビなんですよ。であとはこのヒゲ長かったら切っちゃいますけれども、取れちゃってるかなね、これ冷凍なんですけれども天使のエビって言って、あのニューカレドニアで養殖されてるエビで、すごいねニューカレドニアってこう海が綺麗なんですよね。でそこで養殖されていて、すごくね甘くて美味しいです。本当に、ね、結構高級な和食屋さんでもねフレンチイタリアンでも結構使われてるものですね。で火を通しても硬くならなくてね、結構柔らかいです、ね、で殻ごとバリバリいけちゃって生食もできますね。お刺身でも食べられて煮ても焼いても硬くならなくて美味しいです。で有頭エビですので必ずね背わたを取ります。ねこういう風に背わたが出てきます。ほら、ね、これはねもうトムヤムクンって殻ごと入ってますけど、剥きながらエビ食べるの大変なので、そういう時にはねこの天使のエビがもう最適ですね。でこれね結構高級エビなんで、おお危ない、あんまりねこう普段のご飯にはなかなか贅沢なんですが、とはいえあんまり大事に大事に取っとくとね冷凍焼きしちゃうから今日使っちゃいます。あと4尾だったんで贅沢にもね。これで下処理終わりです。周りもよく洗ってあります。そしたらね今はね沸いてね、今沸いてねちょっと吹きこぼれそうになって危なかったんで止めましたね。またつけてエビそのまま入れちゃいます。でこちらもねあとは何でもいいんですけれども、トムヤムくん何入ってるかなと思って、やっぱり袋だけなんですよね。なのでまあ椎茸でもいいし、今日はね
ね、そうだな、エリンギがあったので、エリンギ入れましょうか。エリンギがあったので、よいしょ、長さ切りましょうかね、スープだからね。あ、間違えた、こうか、こうか、ね、こういう風に。はい、これで入れます、ね、ちょっとアワビっぽいね、食感ありますよね。で、あとね、もう1、ここでもやっぱりこれ入れてあげようと思います。バイマックルーね、こんな感じでね、ジップロックに入れてるんですけど、このまま冷凍しちゃいます。で、バイマックルーはですね、ここがね、硬い葉脈なんですよ。もう本当にね、みかんの葉っぱみたいな感じで、これ食べれんのって感じなんですけども、ね、細かく切っちゃえば全然大丈夫です。みかんの葉っぱとかでもいいのかな？よいしょ。はい、そしたらこれを繊維に逆らってあげるとね、香り出るから。で、硬いですからね、細く切ります。すごい硬いですよ、これ、ね、あとさっきも使いました、ね、このパクチーの根っこ、ね、綺麗ですね。ここも入れちゃいましょう。すごい香りします、ね、根っこ付きね、貴重ですからね。はい、じゃあこれを入れちゃいます。はい、あとはですね、今日ちょっとご紹介したいのが、お見せするだけになっちゃうけど、これですね、これね、ナスのヤムって言って、ヤムってこう、タイ語で、和え物って意味なんですけれども、焼きナスにね、タイ風のドレッシングをかけたね、ものです。美味しそうでしょ？これね、レッスンでやってますんで、気になる方は、ぜひ、ご受講ください。で、これにね、さっき盛り忘れちゃったものがあって、ゆで卵を盛りたいんですね。で、ちなみにかかってるものは、干しエビとか、ひき肉ですね。を、ちょっとね、タイ風のドレッシングで和えたっていう感じですね。止めとこう。型で、あー、しまった。片ゆで卵ね、綺麗に盛るの難しいですよね。黄身がね、外れちゃって、よいしょ、はい、こんな感じです。ナスのヤムです。はい。パクチーね、今してたんですけれども、ちょっと元気がない時は、全体的にね、根元だけじゃなくて全部を氷水につけとくと、ね、ちょっと元気が復活しますので、このようにしてみてください。ほい。じゃあね、これでたっぷりで、もうお好きなところにパクチーをかけてっていう感じですね。全部合います。好きな方はね、ぜひたっぷり。ここにレモンも入れちゃおうかな、薬味セットで。こんな感じですね。そうですね、今日はちょっとお見せしたいのが、じゃん、ジャスミンライスです。ね、タイのこう長いお米ですね。ジャスミンライスってこうね、香りがするからジャスミンライスっていうそうなんですけれども、すごいいい香りしてます。ね、このパラパラなお米がね、すごくカレーとかにも合うと思うので、これで食べたいと思います。辛い。はい、じゃあ持ってきます。エビたっぷり。わあ、美味しそう。初めね、トムヤムくん飲んだ時はもう辛くてびっくりしたんですけど、やみつきになりますね、これね。でもね、ココナッツ入ってるから結構飲みやすいかもしれない。
量はね結構少なめだね。ちょっと入れすぎちゃった。こっちにも少しか。こんなもんかな。はいはい。じゃあこちらにもパラパラっとパクチーを散らして、はい、ではね、はい、トムヤムスープです。こちらはねこんな感じになりました。まあ味見してみますね。すごいコクあって美味しい。辛い辛い。結構油がね出てきますね。これはねちょっとおのおのご飯にね乗っけようかなって思うので一つに盛っちゃいました。な感じです。でこちらもパクチー散らして、はい、これでトムヤムくんじゃなかったグリーンカレーの出来上がりです。じゃあいただきたいと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。今日の動画が役に立ったなと思われた方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。またキッチンスタジオ10家の公式 LINE では毎朝献立などのお役立ち情報をお送りしております。ご登録がまだの方はぜひご登録ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。